よし。始まりました。ユうナンの配信。あ、そうだった。なんでもない。もうみんなすごいよ。今日でさ。あ、間違えた。テロップ。今日で毎日配信終わり。危ない。カーテンが開いちゃうよ。やっと達成。もう今日で、今日で終わります。配信は冬眠したいと思います。当分。 <laughs> それはうだけどねスケインさんバラありがとうございますあ百100回目の訪問じゃんすごいかいわれさんかわいいありがとう嬉しいまえちゃんありがとうくもは結婚して無理無理だ絶対に無理だ ナさんありがとうカンさんハートありがとうねえ1週間できたよ口だけじゃなかったみんなもう褒めてくださいいっぱいユうナンのことを褒めてくださいもう,もう毎日配信はもう宣言しないことにしましたもうすごいもう STU に入ってから最長最長ですよ毎日連続配信 鈴さんありがとう安兵衛さんだるまありがとうたくさん明日明日会いに来てくださるよって方いらっしゃいますかあっ青さんありがとうこんばんはそんなそこをなんとか明日楽しみ死者誤認してみえぜ三日坊主じゃないでしょもうどう考えても言う男はできるって証明しました皆さんに。 すごい、本当に毎日アイドルをやられてる方は本当にすごいと思って、もう本当にもう心から思った一週間だった。まだ達成してないんだけどね。あと15分だけど。ツナさんありがとう。つがさん結婚して。ほんまに無理。マジで無理。ありがとう。マジで無理。イエーイ嬉しい油断できる子ありがとう。できるようになったやんって。 スーさんありがとうだるまだけど明日は明日は配信しますいやするよするけど絶対ありがとうございましたっていう配信豊中のひなさんだるまありがとうじゃあね配信ってじゃあねってどっか行かないでようんー終わることは許しません <laughs> 私も自分のさ画面をさスクリーンショットしようかな さイナにさ昨日さ今さ毎日配信しとんじゃけどさもうなんかもう今日挫折で挫折しそうって言って <laughs> 言ったらあのえなんだっけあられひょうでも降るんかなって言われたそ,それぐらい7日坊主は言わないでしょ3日坊主でしょ ユニバースさんありがとう会えるかもしれませんほんまにかもしれないってえーツーショット嬉しいおしましでも待ってるねマジでえ現地で帰ろうかなって思ってる待ってるぜひ1枚からなんは楽しませます本当に神様ですかえー、そう明日世代交代全員公演マジで行きたかったもマジで行きたかったですって言ってもうでっかい声出した今本当に行きたかったから ほんまに行きたかったよーっていう今日一番大きい声。本当に、近所迷惑。モッーさん結婚して、ほんまに無理ほんまに無理です。357050さん、ありがとう。バラ。カワさん、だるま、ありがとう。タカちゃん、だるま、ありがとう。明日会えるやったー。伊藤浩二さん、ありがとう。ハート。え <laughs> 土曜、土日関東、日雪なのえ 私のせい絶対私のせいじゃないんだけどゆ <laughs> なちゃん配信頑張ってます偉いそう頑張ってるなんか3日目ぐらいまではえ待ってこれマジでいけるかもしれんって思ってたけどやっぱりすごいですね配信は何がすごいのな何を何をすごいってと思ったっけ忘れたえ弾き語りえ <laughs> 昨日の <laughs> そう昨日私ピアノ弾いてたんですよマジで上手だったでしょ 松岡さんお疲れありがとうそうあした行けなさそう世代交代前夜公演マジで行きたかったもんほんまに行きたすぎてさマネージャーさんにもうしつこいぐらい言ったもんも本当に見に行きたくてもう DMM で見ればいいじゃんってなったけどもう DMM 配信では見てるんですよって言ってそうやってましたね 見ましたよ d m、MM、の配信ではって言ってたかしんさん誰も、まありがとうえー嬉しい明日来てくれるんだ久しぶりに話せるね <laughs> 土日仕事頑張って <laughs> 頑張ってね毎日配信なかなかしんどいはいもう私の中ではさもうもう素晴らしいぐらいやばかったです 何がひどっちさんありがとうハート昨日ピアノうまかったね今日弾けるえ今日はピアノ弾けない今日は弾けない日うわ何個はんじゃったしか弾けないでしょえ咲いた咲いたってチューリップの花があってやつとカエルの歌は弾けるドレミファミレドミファソラソファミードドドドド,ド,ド,ドって言って <laughs> やばえそう2声ある そう行きたかったんですほんまにマジか本当に雪なの平田さん結婚してえお話し会また来てくれたらいいよ <laughs> いいよえほんまに無理だけどねほんまに無理だけどスープカレーは飲み物さんありがとう猫にゃんにゃん嬉しいありがとうえちょっとさ思い出しちゃった今にゃんにゃんで <laughs> なんかさ レッスンの時に、この前レッスンの時あったんですけど、昨日かなこの前あって、リエチに、あの、藤井リエちゃんがいるんですけど、同期に。その子に、レッスン中にね、なんか、なんだっけ、なんか、私がちょっとなんかふざけて、にゃんにゃん、ワンワンってやったんですよ。<laughs> めっちゃぶりっこしてね、やったら、なんか、<laughs> リエチが、なんかもう、うぅ、う,うって、うえって言ってきて、もう <laughs>、見たことないリエチの顔、顔を見ちゃった。 もう本当にそれだけは「ユウナマジでやめた方がいいよ」って言って言われてマジでショックだったもうそうやってさふざけ合えるさ仲間だと思ったんよリエチはだけどあのリえチが「えユウナ本当にやめた方がいいよ」みたいな感じでもう本当にそういうそういうなんかさ面白いのをさ MC でできたらいいんだけどね MC の時は緊張しちゃうんです。ゆいなピアノうまかった。嬉しい。ありがとう。二人ウルマジで楽しかった。まんつんさんありがとう。だるま。オーツアットンさんありがとう。オーツアットンビ。ピ。ねえ、ゆいなの毎日配信マジで素晴らしいと思います。ほんまに。えー、明日嬉しい。結婚してほんまに無理。ほんまに無理です。え、嬉しい。フォロー嬉しい。ありがとう。え明日世代交代全国で統一会やるみたい。 えでもずなんかすぐ埋まりそうじゃない ?STU のさあの握手会の握手会じゃないお話し会の帰りに行こうみたいなお話し会なんで来てくれないなんで無理って言うんだいティアムさんありがとう、うん、えっと草刈りきさんありがとうだるまねっレイチすごいひどかったレイジ。 えー、みたいなもう言うの本当にやめた方がいいよみたいな感じだったなんかもう本当に「ウえうウみたいな感じだったそう私がふざけたのにあんまりそう人にさ私もふざ,ふざけるふざける人にはふざけるけどさ入江地とかにはさあんまりふざけないタイプだけどさそのボケをさ拾ってくれると思ったらもうちょっと引かれちゃった <laughs> もうひどいゆうにゃんゆうにゃん何 40倍近い何の話だイエーイ明日本当に待ってるね楽しみ明日はどんな服着ようかなっていう明日の椅子ですこちら何かと思いましたよあな何でもない何でもないです 本当にやめた方がいいってことだよね <laughs> そうですねタカちゃんありがとう嬉しいだるまあそうです今日はブログが更新されております何時間配信してたっけ 明日早起き、ほんまに寝坊しませんように、もう神様お願いします。私を起こしてください。もうほんまに起こしてください。寝坊しませんように、寝坊しませんように、寝坊しませんように、寝坊しませんように。ほんまにお願いします。ドン引きされちゃったんだって。ドン引きだったんかな、あれ。なん、なんだったんだろう。 え何でもない何でもないよ大津あっとんぴさんありがとうつうくんありがとうふうたんさんありがとうそうなんですよもう本当に寝坊だけはえっ <laughs> ふふっ STU483 研究生石原優奈 お話会欠席のお知らせとかなったらマジやばいからフリじゃないマジ寝坊しませんようにほんマにお願いしますだからさ私はさノイミーさんの目覚まし時計で起きてるんですよいつもえ早く寝る 早く寝ようね。私も早く寝なきゃ。でも今から、今から、明日の服を決めなければいけない。イカイカねもう許されるよ。え、もう、もう、や、や、いや、いやもう、ほんとに。それなそれなじゃないですよ、ほんまに。名古屋まで行かない。え、新幹線に乗れたらもうミッションクリアですよ、それは。 え握手会寝坊してほしたことないそれはないもう寝坊する時間は握手会とかもうお話し会とか申し込まない気づいたら新横浜えっそれは大丈夫新幹線に乗るまでがミッション私は新幹線に乗ったら寝ないんですね寝ないから新幹線あっ今日は今日の服は何でもないです ななんでもないって口癖なんかなフラグフラグじゃないマジで置きたいほんまに置きたいですガッチさんありがとうだる,、ま、だるまだるまだるまマニチュアイドル続けるやんありがとうそう明日明日で終了今日で終了かなもう一週間もうほんまに口だけになると思ってたもうこれで私のことを信用してください皆さん えあ思い出した1個話そうと思ってたこと4時起き頑張って広島駅で寝たら <laughs> やばいやばいですねそれはモッチーさんじじありがとう朝やばい朝やばすぎる激弱激弱です 新幹線乗ってから戦いえ新幹線乗るまでが戦い私は私の場合ねそう新幹線私寝れないんですよ寝れなくて目が目がなんか痛かった新幹線は寝れないですね何か言うねん <laughs> <laughs> あそうそうツイートの話私のポストの話をしようと思,い思ってたんですよえう、ー、嬉しい1億人にバズレんののさ番組の滝行見て明日行くこと決めたってさ嬉しい 頑張ってよかった。ほんまに滝行。もうほんまに嬉しい。頑張ってよかった。ありがとう。こういう方がね、一人でもいらっしゃると、あ !6 日どういうこと ?5 じゃないのあ、5じゃないや。7じゃない ?1 週間じゃないの新幹線で何してるっけなんか、何やってるっけわ、わかんない。新幹線の中だったら。何やってるんだろうなんか。 動画見てる有言実行偉い嬉しいありがとうえ明日の3時間目はサラピさんの前かとかそれ任せますね気分にお願いします母さんありがとうホットミルク明日おしましじゃなくても当日そうなんだ 明日待ってるね、じゃあ。新幹線寝られないとき、いつもなんか写真整理してたりする。写真整理し、するか、なんか動画見てる気がする。動画見てないな。何してるんやろ。なんかメールとか考えとる。嬉しい。ありがとう。もう、これにて毎日配信終了です。6日なんかい。7日かと思った。じゃあ明日で、ちょうど7日だ。 ヤンピーさん、ありがとう。滝行効果。あ、嬉しい。ほら、嬉しい。ありがとう。明日か。100日連続配信中はやばい。やばすぎる。え、そう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 、ポストの話はしたいんですよ。ええ。あ、そうそう。昨日さー。 昨日私1億人にバズれの毎日走行してるじゃないですかポストしてるんですけどなんかいつもいつもコメントをけっなんか皆さんくださるじゃないですかだけど昨日昨日なんか昨日のポストの内容が私「今日も放送でしたね」みたいな「放送でしたね」「山修行お疲れ山」ってポストしたんですよそしたらいつもみんなさなんか突っ込んでくれる 寒みたいな感じでさツッコんでくれるんかなって思ったけどさもうコメント欄がさもういつもいつもなんかいつものじゃなかった私の私の投稿かって思ったぐらいさもう本当にコメントがさ少なすぎてさみんなみんなもう呆きれちゃったのかなって思って本当になんか気づいたんだけどツッコみ待ちだったんだけどだからさみんなツッコんでくれなくてあの自分でポストした。 <laughs> もうほんまにみんなもうちょっとつかねよ <laughs> そうやね気づかなかったのかな理解が厳しかったもう一生あのダジャレのポストしないんだから今日のポストも見てねみんな動画に目がいってあ確かに動画もね師匠とツーショットだから えでも明日はゆうに,にゃんゆうにゃんゆうにゃん普通すぎて気づかなかった <laughs> お疲れ山なるほどねもうみんなコメントしてよマジで寂しかったんだけどマジでこんなお疲れ様にすればよかったって思って <laughs> ちょっと後悔してた馴染んでた確かにもうちょっと大ボケでポストしよう今度は。 川中ナカのひらさんありがとう、ハート。ハートハート。待って、本当に明日起きれるかなっていう心配心配心配。心配心配心配,心配。あ、じゃあちょっともうそろそろ終わりますね。あと、じゃああと10秒配信する。10秒フリートーク。あ、じゃあ最後、あ、最後に、あの、2つだけ質問に答えて終わるね。なんかその厳選したその2つの、 質問を読んで終わりますそう寝ないとやばいし今からオフ入らな,ないと明日の服も決めないといけない私はもう少し分かりやすい方が確かにえっそう寝ないとやばいんじゃないってそうそんなになんかせかさないでよ <laughs> えーっとじゃあちょっと厳選するね今からうんドライヤーは何分かかりますかいややめよう。 ちょっと取り消し <laughs> 取り消しあと2個卵焼きは甘い派え卵焼きはどっちも派どっちもですねじゃあ,あと1個えー、もう遅刻の壮大な振りに聞こえるマジでマジで無理本当に起きるから <laughs> ミツさんの写真集についてい。これで終わろうかな。そう、今日さっきまでゆゆゆでいたんですけど。で、えってなって。え待ってすごいってなって。ちょっと、ちょっと <laughs>。ニヤニヤしてました。ミツさんのやつを見て。じゃあ終わります。またじゃあ最後の質問コーナーやって終わろう。今度。じゃあね。 え、あ、待って、あともう一つ答えたい質問があった。明日の目標は、明日の目標は起きることおやすみじゃあ、男女読みます。また質問してね、みんな。13位ユニバースさん、ありがとう。12位マッツンさん、ありがとう。11位ワオさん、ありがとう。10位タ豊中のろさん、ありがとう。9位ツノさん、ありがとう。8位草刈木さん、ありがとう。

明日で毎日配信7日間でもうほんまに、マジですごいです。毎日配信ありがとう。バイバイ。明日世代交代前夜公演見,見に行けるかなどうしよう。もう本当に、本当にさ、もう最後の最後までさ、マネージャーさんにさ、もうほんまに見に行きたいです。お願いします。って言ったら見に行けるかなマジで見に行きたい。本当に見に行きたい。だってさ、 開園時間に間に合うんだよ。うーん、見に行きたいです。ほんまに。うん、回、はい。しつこいですよ。じゃあ、明日ね。<laughs> あ、嬉しいフォロー。ありがとう。バイバイ。帰り実費ならいいかも。え、もう実費でも行きたいんですよ。もう、ほんまに行きたい。予定の話は言ったらダメよ。<laughs> それな。もうでも行けないって分かってるから話してる。もう。行けないって分かってるから。 バイバーイ。いえいえあなんでもないよー。